響きワークス。リケーション、メルティヒーリング。はい、どうも、おいさんです。ということで、今回からこちら、リケーション、メルティヒーリングというね、作品やっていきたいと思います。割とこの作品は新しめになるのかしら。新しめの作品になるんですが、この、ほんにゃら、なんちゃらケーションっていうのが、結構な人気作としてね、歴史が長いんですよ。それなりに。よし、画面の調整 OK と。でね、このゲームの特徴として面白いのがいくつかあって、まずはね、説明しながら行きましょう。なんて呼ばれたいですか？まあ、こういう風に、名前の変更は当然のことながら、ラブリーコールっていう、読み方、名前なんかを変更してくれる、機能がありまして。やっくん。キャラクターというか、この人によって、なんて呼んでくれるかっていうのが、くん付け、ちゃん付け。ね、そういうのが選べるんですよ。すのき。あ、ちょっと。でね、事前にアンケート取りました。このね、まあ、おじさんって呼んでくれんので、どうしてもおじさんとは呼んでくれないので、名前をね、変えることにしました。ゆうすけ。ほんと、ゆうすけかたかしかどっちかね、あれだったんですよ。アンケート取ったんですけど、確かね、64くらいでね、ゆうすけが勝ったからね、だから、今回はユウスケで行こうと思います。だからこいつは、ユウスケ。ユウスケ。ユウスケ。ユウスケくん。ユウスケちゃん。ユウくんだよな。多分ユウ、ユウの方がいいな。ユウ。ユウくん。ユウちゃん。いいね。こういう楽しみ方もできるっていうね。はい。いや、いいね。もちろんね、君とか、なんか旦那様とかご主人様、お父さんもいけるんだよね。おじさんはなかったね、さすがに。あなたもいけるしね。いろいろこの名前の種類があるんですよ。最初出たばっかの時はそんなに数多くなかったはずなんですけど、もう増えてきてね、こういうことができるようになりましたっていうので、あとね、オプション上映せないんですけど、男性器と女性器の言い方、あと文字面これも変えれます。なんかすごいっすよね。なんかすごいっすよね。なんかそういうのもいろいろできるんで、没入感が高められるね、ヘッドホンでね、プレイしたくなる作品だと思います。じゃあこれをね、やっていこうと思います。これはね、あっくん、あれ？あ、故障か。ちょっと待ってよ、一人称。なんて呼べばいいでしょう。ちゃ。ゆ、や、や、ゆ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 。ゆう、ゆうくん、ゆうちゃん。はい、ゆうだね。はい。くすのきゆうすけ。で、一人称は、ゆうすけだからな。俺か？僕か？いや、僕ではないな。俺くんにしようか。主人公俺くんにしよう。じゃあ、これでいきたいと思います。もちろんゲーム中にコンフィギでね、しっくりこんかったら変えることも可能なので。はい。いきましょう。鳴り出したスマホのアラームを止め、そのまま時刻を確かめる。分かっててもヒヤッとするな。少し前までならとっくに起きて支度をしていなければいけなかった時間。けど今日からは違う。お、いい天気だ。カーテンを開けると見事な快晴。まるで新たな門出を祝ってくれているみたいだ。祝福されているのに遅刻するわけにもいかないし、ちゃっちゃと着替えて出るとするか。外に出て振り向くとレトロな外観が目に飛び込んでくる。最近リノベーションされたばかりだが、築60年を超えている年代物のアパート。それがこの春からの俺の住まい。ってことは大学生か。おはようございます。あら、あ、おはようございます。昨日はありがとうございました。何かお礼を言われるようなことしましたっけ？
引っ越しの荷物運ぶの手伝ってくれたじゃないですか。ああ、でもあれって別に当然のことをしたまでですよ。だって私、この椿荘の管理人ですから。それよりどうでした？初夜のご感想は。初夜って、それなんか違いません？でも引っ越してきて初めての夜でしょ。初夜には違いないですよ。まあそうなんですが、思った以上にぐっすり眠れました。ならよかったです。なんてニコニコ微笑むエプロン姿の女性。アパートの敷地内でお掃除中という見た目も行動も分かりやすいこの人こそ椿ひな子です。え、ひな子です。ひな子、お忘れかと思って。腰細っ、乳でっか、ケツもいいねいやいや覚えてますよ、昨日自己紹介したばかりじゃないですか。でも名前を呼んでくれないので。そう言われても普通管理人を下の名前では呼びませんよね。そうですか。俺としては管理人さんって呼ばせていただけると嬉しいんですが。管理人さんわかりました。ではそれで。なんであからめるん？普通のことをお願いしただけなんだけど、管理人さんなんだかすごく嬉しそうだ。にしてもびっくりしたな、心を読まれたのかと思ったぞ。重ねて聞いてしまいますけど、部屋の住み心地いかがでしたか？今のところ快適です。本当に？ええ、本当に。困っていることはないですか？ないですよ。ならいいんですが、何かあったらすぐ言ってくださいね。わかりました、その時は遠慮なく。どことなく不安そうに見えたので、ちょっと大げさなぐらいに言い切っておく。管理人さん心配性だったりするんだろうか。と、すみません、出社前にお引き止めして。出社前？ほん、社会人か。いえ、まだ余裕ありますから。なんせこの前まで勤務に1時間かかっていたので。対して今日から通うオフィスまでは徒歩で15分かからないと来たもんだ。新しい環境に早く馴染めるといいですね。行ってらっしゃい、お気をつけて。よく見つけたな、この物件。はい、行ってきます。俺、楠木雄介は IT 関係の中小企業に勤務する会社員だ。主な業務内容はコンサルティングを中心としたシステムインテグレーション。ざっくり言うと、こういうのが欲しいという顧客の要望に応えてシステムを開発する仕事だ。相手の環境に合わせてゼロから構築することもあれば、既存のシステムを改良することもある。今の会社に入社したのは去年の春。研修やら小規模案件を経て、入社2年目の今春から、支社への配属が決まり、この町に引っ越してきた。準備やら手続きやらでいろいろバタバタしてしまい、こっちに到着したのは、昨日の昼。それから荷ほどきや支度やらで、昨日は外出することができなかった。この辺結構にぎわってるよな。アパート椿荘にある住宅街、椿荘のある住宅街を抜けると繁華街に隣接した市街地に出る。会社の入っているビルがあるのもここだ。やっぱり見て回っといた方がいいよな。最低限近所のスーパーやコンビニの場所は分かっているけど、他はさっぱりだ。スマホに頼りすぎるのもいざって時に良くないし、自分の目と足で確かめておいた方がいいだろう。職場ともども新しい暮らしにも早いとこ慣れたいもんだ。おはようございます。あ、おはよう。やってきたオフィスで直属の上司となる吉野さんに挨拶。
パッと見 IT 企業の管理職というより芸能事務所のマネージャーみたいな人だ。話は聞いてるよ。本社からだよね。はい、本社より参りました楠木です。本日から。いいよいいよ、そういうのは。え、どうせ後でまた挨拶するんだしさ、ならここでしなくてもね。無駄は省こう。はあ、まあ僕は立場上挨拶をしておかないと。プロジェクトマネージャーの吉野です。よろしくお願いします。ブランクに手を差し出されたので反射的に握り返す。こういう時普通握手するもんだっけ。どうした。ってわけで早速だけど、一つ任せたい仕事があるんだよね。あ、はい。大学の研究室で使用する情報管理システム、これをお願いしたいんだ。チームメンバーはもう決めてあるから、君にはそのリーダーを任せたい。ああ、リーダー。あ、じゃあよろしく。朝の挨拶からあっという間に数時間。任されることになった新規プロジェクトの把握と新しい職場の配置になれるので手一杯で、気づいたら昼というありさまだった。にしてもまさかリーダーとは。この会社では基本案件ごとに担当する人数でチームを組む。チームを構成する人数は案件の規模によって変動するけど、だいたい数人程度。チームには必ずリーダーがいて、進行を統括したり内外問わず窓口になる。今回俺がそのリーダーに任命された。入社以来初めてのことだ。リーダー、昼はどうするんですか。え、あー、ちくらさんだっけ。さんとかいいですよ、年近いんだし。それならそのリーダーってのも。いやいや、リーダーはリーダーなんで。なんて言ったのが、同じチームのメンバーになったちくらだ。雰囲気的にはテレビの2時間ドラマに出てくる主役刑事の部下 A みたいと言えばいいか。吉野さんが見た目 IT 企業っぽくないのに対して、ちくらはかなり SE っぽい風体をしている。で、昼なんですけど。こっち越してきたばっかりだし、この辺開拓しつつ適当な店で食べようかと。ならどうだい、一緒にこの辺で一番うまい店を教えるよ。あ、はい。お高さんもどうです。パス、今日は持ってきたんで。高根座。ちくらの誘いをあっさり断った女性がもう一人のチームメンバー高根沢さん。黙々と作業をこなすタイプらしく、ある種俺たちの中で最も SE っぽいかもしれない。俺、ちくら、高根沢さん、今回はこの3人で1チームということになる。じゃあ今日は僕たちだけで行こうか。高根沢君とはまた今度ってことで。そうして吉野さんに連れられてやってきたのは、会社のビルから数分ほどの距離にある喫茶店だった。外観もだけど、店内はさらにレトロというか、ある意味俺のアパートと似た空気を感じる。あら、吉野さんいらっしゃい。今日はまた随分と団体さんですね。今日からうちに配属になったやつがいてね、ここの常連を増やしてあげようかと思って。まあ、ありがとうございます。ランチ3人分でいいですか。あ、それで。軽いやり取りの後、そのまま席に座る。いかにも常連って感じの空気だ。どうぞ、お冷やとおしぼりです。
あ、どうもありがとうございます。お名前は？クソギです。お名前覚えておきますね。気に入ったらご贔屓に。あ、はい。ニコッと笑って店の奥、おそらくは厨房に引っ込んでいく店長。ご飯を食べに来て名前を聞かれるなんて思ってもなかったので驚いてしまった。にしても、店長の女性、妙に艶っぽい。銀座の高級クラブのママみたいだ。行ったことあるんかな。この店店長が一人でやってるんですか？バイトの子も何人かいるよ。できれば見せてあげたかったんだけどね。吉野さんの知り合いとかですか？いや全然、顔なじみといえば顔なじみだけどね。あればっかりは見た方が早いですって。二人の口ぶりからして看板娘みたいな子でもいるんだろうか。個人的にはあの店長も十分に個性的な感じがするんだけど。待つこと少し、運ばれてきたのはカツカレーだった。山盛りなキャベツの千切りにスプーンじゃなくてフォーク。お、うまい。乗っているとんかつにソースがかかっていて、それが普段のカツカレーとは一味違う味わいだ。これ店長が考えたカレーなんですか？違いますよ、金沢カレーって言うんです。店長は日本全国を転々としてたことがあってね、こういうご当地グルメに詳しいんだ。ソウルフードというやつですね。他にもこういうメニューを出してるんですか？ええ、なのでよかったらまた来てください。他にもいろいろありますから。金沢カレーはね、ゴーゴーカレーなんかいかんくてね、カレーのチャンピオン、まあチャンピオンカレーかアルバとかあっちのあたり行ってほしいんだよな。そう言って他のお客さんの対応に向かう店長。メニューを見てみたけど、名前だけでは想像のつかない料理も多い。そうだ、食べながら業務連絡で悪いけど、明日大学へ一緒に行ってくれないかな。大学というと今回のクライアントの？そう、打ち合わせする予定でね。近いよ、すぐそこだから。わかりました。じゃあよろしく。昼食の後会社に戻り、明日の準備などをしていたら就業時刻に。お疲れっす。ああ、うん、お疲れ様。すみません、僕もお先に。初日で疲れてるでしょうし、リーダーの歓迎会は週末にでも。チクラが酒をグイッとあおるジェスチャーを見せた後、その手をひらひらと振って帰っていく。せっかく気を使ってもらったし、俺も今日はこれで帰るとするか。会社を出るとどこかからいい匂いがしてきて、自然と腹が空腹を訴えてきた。喫茶店を紹介された時にも思ったけど、この辺りは飲み屋や居酒屋が結構多い。それだけオフィス街として成熟しているってことだろう。ありがとうございました。
家に帰り、コンビニで買った弁当を食べた後、シャワーを浴びてから PC をつける。見た目はレトロなアパートだけど、思った以上に住み心地はいい。特に各部屋についている風呂は、部屋の規模に比べて大きめでくつろげる。いいなぁ。足伸ばせる風呂いいよね。風呂トイレ別ってのが部屋を探す時の条件だったもんな。今回の引っ越し、実はかなり危うかった。仕事にかまけて部屋探しを後にした結果、引っ越しシーズンと重なり、両物件は壊滅状態。結局ネットじゃらちが開かない一点で、直接こっちまで足を運び、1日で内見から契約まで一気に済ませてしまったのだ。おー、あの時の管理人さん、めちゃくちゃ驚いてたもんな。いきなり内見にやってきたと思ったら、ここにしますって即決だったし。と、時間もあるし、配信でも見るか。配信？メールチェックなどを済ませた後、ブラウザの履歴からよく見る動画サイトへ。ブックマークじゃないんだ。ブラウザの履歴なんだ。変なの。スミッチと呼ばれるその動画サイトでは、古今東西あらゆるゲーム実況が配信されている。なんかヒロインがさ、ゲーム実況者みたいな VTuber みたいなさ、増えたよね。まあネタとしては今時だからね、使いやすいってのもあるけどさ、増えたよね。人気があるのはサバイバル系オンラインゲームやクラフト系、プロゲーマー同士の対戦実況だろうか。けど俺が好んで見るのはちょっと古めのレトロゲーム関係だ。特によく視聴しているのが、お、チャンラーやってる。チャンネルフォローリストにライブ配信中という表示を見つけ、迷わずクリック。ここまで長かった。苦節10年。うさ、2週間ぐらいだけど。俺がなんか隣の部屋とかだったりするんかな。そんなことないか。それはさすがに浅すぎるか。ドワーフ選んでればもっと楽だったのかな。でも、どうせなら女の子がいいしね。配信を開くと聞こえてきたのは女性の声。けれど配信画面はシンプルにゲーム画像、ゲーム映像のみで、ウェブカメラやアバターといった要素は一切ない。それが俺のお気に入りゲーム実況配信、その名もチャンラーだ。で、やってんのゴールデンバッカス2か。相変わらずゲーム選びが渋い。ゲーセンで1が流行った後、ベガドライブだけで続編が発売されたベルトスクロールアクションだ。ベガドライブってのは家庭用ゲーム機で、発売されたのは俺が生まれるよりも前。俺はたまたま親戚の人が、くれた関係で、子供の頃ベガドライブで遊んでいたんだけど、同年代でベガドラの話ができるやつ一人もいなかったもんな。チャンラーはレトロゲームが好きらしく、遊ぶゲームの大半が20年以上前のものだ。20年以上前でメガドライブってマジか。それも大作や名作と呼ばれるものよりもマイナー志向で通好みなのものをよく選ぶ。だからチャンラーの配信を眺めていると妙にノスタルジックな気持ちになれる。そういったシンパシーも主張している理由だけど、何よりも気に入っているのが、じゃあ多分ラスト1年いくぞ。でってってってて、まずは雑魚の処理から。魔法は温存温存。嘘、敵早すぎよ。あ、ここは壁はめで、はめられちゃうのがいけないんだよ。はーい、どんどんはめちゃおうね。次の方どうぞ。なんて、うわ、
泣けるとか聞いてないし、そういうの認めてないから脳幹脳幹。え、マジで？まさかまさかまさかね、そんなことないでしょ。そんなそんな、でもでもな、女 VTuber が人気な理由ってそこだからな。相変わらず楽しそうだな。視聴者との交流チャットにメッセージがなくとも、彼女は気にせず楽しそうにゲームをプレイする。昔のゲームにありがちな理不尽な難易度であろうとコツコツ努力を重ね、最後にはクリアまで到達する。おじさん、先日生配信で11時間50分かけて、あのスプラッターハウスっていうあのレトロゲーをクリアしました。しんどかった、本当にしんどかった。それが俺がチャンラーの配信を好んで視聴している理由だった。まあそれだけに難しいゲームに当たると無限ループみたいなことになるんだけど、そうなると地味で単調な絵面になりがちで、そのせいもあってか視聴者は、いつも一桁だ。やどうだ魔法温存して、なんかその女のなんかそのキワキワな、そのなんだろう、キワキワなリアクションでなんかグフフってなるタイプの男って多いんだよな。うん、ホロライブとかそうなんだよな。やばいな、名前出したらあかんか。ないないない、あ、その量は無理だから。これ絶対2人プレゼンテの物量だってなんて言いつつ、なんて言いつつ実況画面ではビキニの女戦士が骸骨を倒して進んでいく。昔から女戦士は赤ビキニだったんだな。ドラクエを知らん世代かなんて妙なところに感心してみたり、ちラスボス、こいつも画面端に追い詰めて、うわ、起き上がりの判定ずるくない？まあでも温存しといた魔法をドバッと、くし、くっと、うん、よしよし、ゴールデンバッカス2打開完了。スタンラーの声とともに流れ始めるエンディング。同時に、静かだったチャット欄に打開オツとかお疲れというレスがつく。俺も何か書いておこうかな。GG ババアなるほど、すごいな、おもろすぎるだろ。ババアとは書けんな。ここでババアと書くやつは確かにのんでりクソ野郎だな。おつどうも、 GG ありがとう。 GG グッドゲームの略で、オンライン対戦なんかで相手を称えるスラングだ。ソロプレイでもお疲れ様とか楽しいゲームをありがとうって意味になる。ここんとこ引っ越しとかで見れなかったけど、相変わらず楽しそうな配信で何よりだ。やっぱいいね、トットエって。エンディングの一枚絵とか、ほんとすか。というわけで、次回からは何を遊ぼうかなと。マイクがガチャガチャというゲームのカセット同士がぶつかる音を拾う。こういう音も懐かしくていい感じだ。よし、これにしよっかな。シャイニングローズ。お、マジか。つい声が出てしまったのは、子供の頃やり込んだタイトルだったからだ。ファンタジー世界を舞台に、様々な種族が手を取り合って戦うシミュレーション RPG。 シャイローか、懐かしいな。これは絶対見ないと。配信者によってはアーカイブを残してくれる人もいるが、チャンラーは一期一会、ライブ配信のみだ。何より、俺自身、ライブで見たい。というわけで、つみっちゃんのサイトにあるアラートを設定してっと。こうしておけば、設定した配信が始まったとき、スマホに通知が来る。というわけで、次回からは別ゲーやります。今日はここまで。おやすみなさい。え、もうそんな時間か。
なんだかんだで配信に夢中になっていて、気づいたら1時間以上経っていた。明日は大学で打ち合わせだし、俺も寝ておくとしよう。